せーの、こんにちは、ニナです。今回は2024年上半期ベストバイアイテム。上半期終わる早ない？あっという間に1年が終わっちゃいそうな感じなんやけど、今日は服だけじゃなくってコスメとかスキンケアとかもういろいろ盛りだくさんでお届けしようかなと思います。それでは最後までご覧ください。スタート。まず一つ目はグレールのこちらのトップスです。じゃじゃーん。これガチで可愛すぎる。もう360度どっから見られても可愛い感じ。この間さ、アップしたグレールの大量購入の時にも大絶賛してたアイテムで、そこからお気に入りすぎてな、リナブラックも買っちゃいました。ただ6月下旬入荷やって予約っていう感じやってんけど、まだ届かへんかなって楽しみにしてます。今見てみるとキャメルだけすぐ買えるねんけど、それ以外のカラー、このアイボリーもやねんけど、全部6月下旬の予約販売になってますね。やっぱめっちゃ人気やわ。気になった方は今のうちにポチッと予約ボタン押しておくのがいいかなって思います。これ確か購入品でも TikTok でも言ってたと思うねんけど、絶対デートに来てってほしい。ガチで可愛いから。はい、ってことで次。はい、じゃじゃーん、こちらのトップスです。これはリナが今年ドハマりしてるブランド、韓国のレスト&リクリエーションっていうところのアイテムなんですけど、この店舗にどうしても行きたくて、でこの間韓国旅行行った時にさ、行ってそこで買ってんけど、マジで可愛くない？結構がっつり肌見せっていう感じはなるねんけど、真夏来たら絶対可愛いなと思って買いました。このピンクかもう一個青かですごい悩んでてんけど、店舗行った時にね、青はなかったのでこのピンクにしたんやけど、このピンクのカラーもちょっとの青みピンクな感じがするねんな。次がバッグをちょっと挟もうかなって思うんだけど、こちらこれはチャールズ&キースのバッグなんやけど、細めのこういうチェーンが2本ついてて、あとはじゃーん、結構太めのゴツゴツのチェーンもついてるから、これをねつけたりして雰囲気をまた変えられるって感じなんだけど、結構重たい感じがするから、ひなはうちの細め派。ひな iPad をね持ち歩くことが多かったりするねんけど、ギリ入るし、まあメモ帳やったりとか、これからの季節やったら夏ってさ荷物超多くなるやんか。日傘とかお水とか日焼け止めとか、あとは化粧も崩れるからメイク直しグッズも多めになっちゃうやんか。っていうので、これからの荷物が多くなる季節にもぴったりしっかり入る大容量バッグだけど、可愛さもしっかりあるし、上品さと大人っぽさも兼ね揃えられたバッグです。ってことで次。はい、ということで次はこちらのデニムです。これはシーンのやつやねんけど、マジで買ってよかったし、もう低身長の味方すぎるデニム。このダメージ具合もさ可愛いやん。なんかもうこういう T シャツ1枚合わせるだけでも味が出るというか、おしゃれになれる。なんといってもね、このウエスト部分がよいしょ、ボタンが3つついてるから自分の好きな具合に調整できるっていうのも嬉しい。まあ、丈は若干長めやったから、リナはスニーカーと合わせたくて、なので安全ピンで後ろちょこっと止めてるねんけど、そしたら余裕で履けるから、これおすすめ。よし、で次、じゃじゃーん、こちらのナイキのスニーカーです。これ自分でさ、パールのリボンとかレースとかつけてデコっちゃってるからちょっと分かりにくいかなって思うねんけど、このナイキの V2K ランっていうやつ、これめっちゃ歩きやすい。で、鬼軽、やばい。で、リナはいつも普段 22.5cm を履いてって、それ履いたらな、若干小さかったんやんか。ナイキってちょっと小さいのかな、作りが。なので23を買いました。そしたらぴったりやし、フィット感やばすぎて靴履いてないんじゃないかなって疑いたくなるぐらい、足と一体化するぐらい歩きやすいし、かわいい。夏やっぱこういうデニム履く人とか、あとワンピースとか着る人も多いと思うねんけど、ワンピース合わせもすごい可愛くて、どんなコーデにも万能に使えるし、合わせやすいのでおすすめ。で、次はな、服じゃないんやけど、アイロンを紹介したくて、じゃじゃーん、こちらです。めっち
さアイスみたいじゃない、食べれそうな可愛さしてるこれがシリコンみたいなキャップになって取ってあげるとこんな感じで挟むタイプの、これはねウェーブアイロンです。こちらはボダナのトリプルウェーブアイロンの 32mm、 カラーがピンクバニラです。温度も調整できます。リナはハイトーンでダメージがちょっと気になるから140とかでやってるんやけど、それでもしっかりちゃんとついてくれるので、これはもうリナのヘアアレンジ事情に革命が起きた。リナ割と今までストレートヘアが多めやってんけど、これと出会ってから楽すぎるし可愛いし、でウェーブヘアがメインなんじゃないかっていうぐらいめちゃくちゃ多くなってんねんけど、で今まではウェーブヘアやりたいなって思った時にストレートのコテで一生懸命こう頑張っててんけど、あれめっちゃ大変やん。朝とかさ時間ない時にやってられへんわっていうぐらい時間かかるし、しかもロングで毛が多い人とかやったらより大変やと思うねんけど、これはマジで挟むだけです。ほんまにこうやって挟むだけで簡単にウェーブヘアができちゃう優秀アイテム。こんな感じで超ふわふわなヘアに仕上がるので、イメチェンしたいなっていう時とか気分を変えたい時めちゃくちゃおすすめです。リールとか TikTok でもやり方紹介したので、もっと詳細知りたいよって人はぜひねそれを見てもらえたらなと思います。はい、ということでここからはスキンケアを紹介していこうと思います。でリナよくアヌアを使ってて、で今年から新登場したダーマラインっていうのがすごい良かったから、それをね紹介していこうと思うんですけど、その中でも今日紹介するのはこちらの3つです。まずはこちらアヌアのビタミン C20 ブレミッシュセラムです。これはピュアビタミン C が肌に最も吸収されやすいってされてる最適な濃度で配合されてて、しかもなそれをこうカプセル状に包んで肌に浸透しやすいように加工もされてるらしい。テクスチャーはこんな感じで少しとろみがあるんやけど、サラサラしててスーッと飲める感じ。しかもさこの前韓国行った時にやろうかなって悩んでた白玉点滴とかの美容施術で使われてるグルタチオンも含まれてるから、輝きのあるツヤ肌を叶えてくれるらしい。これさすごくない？吸い付くようなもっちりさで、それだけじゃなくってこれ鎮静成分も入ってるから、ちょっと揺らいでるなっていう時とか赤みを抑えたい時とかにも使えるし、しかも低刺激なのがありがたい。で次がこちらアヌアのビタミン C ブレミッシュセラムマスクパックです。これはビタミン C がもうたっぷり配合されてるから、これからの夏の季節にすごくぴったりなアイテム。美容液がすっごいタプタプで、これでもかっていうぐらい浸ってる。でこれはくすみをクリアにしてくれつつ、夏ってさめっちゃメラニン色素気になるやん。でそれが肌の表面に露出してくるのを防止してくれるアイテムで、これも白玉点滴に使われてる成分が入ってるから、使ったらな透明感がアップする気がするし、ハリとツヤ感も増す気がする。次がこちらアヌアのナノレチノール 0.1 カフェインリバイタライジングアイクリーム。これは名前にもある通りナノレチノールとかカフェインとかナイアシアミドが入ってる。でさアイクリームってみんな使ってる？リナ特に今まで重要視してなくて、で使い始めたのもほんまにここ1年前ぐらいからやねんけど、それまでは気にもかけてなかったんやけど、マジでアイクリームは大事すぎる。目元ってやっぱ顔の中でも皮膚がすごい薄いところやから乾燥しやすいし、あとくすみやすいねんな。きっと悩んでる人も多いんじゃないかなって思うねんけど、リナがアイクリームを使うきっかけになったのが出来事があってな、めっちゃ可愛いと思って一目惚れしたアイシャドウがあって、もう早速使おうって思って使ってんけど、目元がくすんでるからかうまく発色せえへんくて、なんかくすんでる上にアイシャドウ乗っけちゃうと汚く見えちゃうみたいな感じで、それがすごいな悔しくて、ショックみたいな感じで、そこから調べてて、調べ出してアイクリームっていう存在を知って使うようになり始めたんやけど、アイクリーム使い出してから全然変わったなって思う。
で、これテクスチャーはこんな感じで、重すぎずスーッと伸びて馴染んでくれる。このアイクリームは乾燥とかくすみはもちろん、クマにも集中ケアしてくれる。で、低刺激で潤いチャージもしてくれるから、毎日な夜必ず塗ってから寝るようにリナはしてる。で、やっぱ目元の調子が良くなるだけでも、アイシャドウの塗り方って全然変わってくるし、人って目元はすごい大事な部分やと思うので、しっかりね、ケアしてあげることが大事です。このアヌアの商品、概要欄に詳細を載せておくので、気になった方はぜひチェックしてみてください。はい、じゃあ次はコスメを紹介していきます。まず一つ目がじゃん、ウォンジョンヨのトーンアップフィルタークッション03番のシャインラベンダーです。これもうほんまに好きすぎてめちゃくちゃ使ってるし、結構今までに載せたメイク動画とかでも割と使ってることが多かったんけど、毎日メイクにね欠かせない存在です。中身はこんな感じで、鏡がついてて、パフでポンポンってしてのせていく感じになってるから、ほぼファンデーションみたいな形してるねんけど、でもこれファンデーションじゃなくって、どっちかというとね、下地っぽい役割を果たしてくれるアイテムになってます。カバー力とかはなくて、肌を綺麗に見せてくれるというか、フィルターかけたみたいな感じって言ったら分かりやすいかな。紫やから木くすみを飛ばしてくれるっていうので、リナはくすみが気になってるから紫をずっと使ってるねんけど、もしもっとナチュラルにしたいなっていう人は01番のピンクがおすすめやし、あとはトーンアップをもっとさせたいっていう人は02番のパールが入ったホワイトがおすすめです。次はカラコン、先に紹介しようかな。リナさんすごい大好きなカラコンがあって、それがキュプリエのグレーシャトンやってんけど、それをあんなに愛用して使ってたのに、それをさらに超えてくる出会いがありまして、割と最近2ヶ月ぐらい前に出会ったカラコンなんやけど、こちらオーレンジのダブルティントグレーです。これさ、ニュージーンズがモデルをしててめちゃくちゃ可愛いねんけど、でそれこそ韓国行った時にな、この店舗を見つけたんよ。オーレンズだけのもうでっかい店舗がドンってあって、日本やとさ、その一つのブランドのカラコンの専門のお店みたいなのってさ、見たことないなと思って、そういえば、そうそう、それぐらい韓国ではめちゃくちゃ有名で人気なブランドらしいねんけど、これがすごい可愛いですよ。ちょっとつけてるところをどうぞ。はい、こんな感じで片目だけつけてみました。着色直径が 12.9mm で、小さめやからデイリー使いしやすい。ガラス玉みたいなチュルチュル感で溶け込むように馴染んでくれます。この間の目代わりとかでも買って、ストックをね常に置いとかないと不安になっちゃうぐらい大好き。あとさ、デザインが左右対称やから、こう回転しても違和感がなく、ずっとね可愛い瞳で居続けられるよっていうカラコンです。リナはピンクメイクをするときによく使ってて、今日もピンクメイクでこのカラコンをしてんねんけど、ほんまにな可愛すぎるので、ピンクメイク大好きだよって、よくするよっていう人はぜひ一回使ってみてほしいカラコンです。で、次滑り込みで、あ、ここで出会うかっていうぐらい超最近に出会った実在をね発見しまして、それがこちらです。 NARS のアフターグローリキッドブラッシュのカラーが3172です。チークは割とクリームタイプとパウダータイプが好きでよく使っててんけど、これはね、なんとチップでリキッドタイプになってます。クリーミーやねんけど、スーッと伸びてピタッと密着してくれる感じで、なんかこの水分感伝わる。これかわいい。しかもこのカラーマジでおすすめ。しかもこれさ、スキンケア効果もあるらしくって、最近ここに入れるのも好き。どこ、こ、保湿力もバッチリで、こういう風に指でポンポンして伸ばしていくと綺麗にな乗ってくれるねんけど、これでさ、心配なのって、え、下のファンでよれちゃわへんって気になると思うねんけど、全くないです。それも結構ナチュラルめな仕上がりになるし、こう内側からじゅわっとしたようなツヤ感と血色感が出てくれます。かわいい。はい、こんな感じです。リナは結構ザ・ブルベっていうカラーを選んでみたんやけど、他のカラーも可愛かった。で、この上にハイライトをのせていくねんけど、すごいおすすめのやつを見つけてしまいました。グリントのビディボブハイライターの04番ミルキームーンです。
超細かいきめ細かいラメで、肌へのね密着力も高いです。で、白っぽく見えるのに肌にのせるとピンクに発色してくれるね。でもピンクすぎず絶妙なこのカラーがやばすぎ、最高。ほっぺたにものせてみよう、すごい、ほんまにポンって軽く置くだけでのこの発光度で、さあピンクのチークの上にのせてるからこの絶妙なピンクカラーと馴染んで超絶可愛くなる、ツヤツヤなお肌に仕上がりました。はい、そしたらリップに行きます。リップはな、選びきれずに2本選んじゃいました。まず1つ目がこちら、もう使いすぎてハゲてるやんって感じやねんけど、ラカのボンディンググローリップスティックの206番リリーです。こんな感じ、あーやばい、マジで可愛い、まさに夏にぴったりって感じのちょっと明るめのカラー。今つけてるリップもこれやねんけど、なんかベタつきもないのにプリプリしたような感じの仕上がりになるし、縦じわもなマジで気にならずに、つけ心地がマジで好き。あとは色持ちの良さ、うん、このふっくり感止まらへん。これはもう堂々のベストバイです。はい、ではお次、じゃじゃん、無地毛マンションのオブジェリキッドカラーが24番です。まずこれもパケやばくない？絵の具みたいなさパケしてて結構変わってるなって思うねんけど、どこにでも持っていきたくなるぐらいの可愛さやし、持ってたら絶対友達にどこのって聞かれる。セミマットな仕上がりになります。でカラーもこれまた絶妙なピンクカラー。マットって言ったらパサつくイメージがあると思うねんけど、全然そんなことなく、これ一色だけでもねもちろん十分可愛いねんけど、この上からもう少し濃いめのリップを重ねたりとか、あとグロスを重ねたりしてもまた可愛くなります。はい、ということで以上が今年のベストバイアイテムでした。全部自信を持ってねおすすめできるアイテムたちばっかりなので、ぜひ参考にしてもらえたらなと思います。あとみんなの今年の上半期ベストバイもぜひコメントで教えてください。ということで、この動画が良かったら高評価とコメントとチャンネル登録お願いします。あとインスタビュー TikTok もやってるので、そちらのフォローもぜひお願いします。ということで、バイバーイ。